素晴らしい日本の猛攻、世界中の人たちに伝えたい。動画はこちらです。皆さん、こんにちは。宮村和英です。木工家宮村和英、お送りしたいと思います。今回はですね、引き続き第1話から始めている寿司板、それを作る工程を進めていきます。今回は前回までで第2話まででですね、ノコギリでこの縁をカットしました。その後の仕事としまして、こうしたカンナですね、カンナで削っていきます。立って説明していきますけれども、そのカンナといいますのは、今回は小ガンナ、小さいガンナですね、小ガンナとこの大ガンナですね、この2丁でしていこうと思っております。どれだけ今から削れていくか、それはちょっと分かりません。はい、ではですね、ちょっと始めていきたいと思いますね。この削り始める時に、こういう定規、これはヒノキの板で私作っておりますけれども、この定規でこう当ててみて、この面を今削るんですけど、コバですね、ここを削る、その削るんですけれども、どこを削ることができるか、つまり精密にノコギリなんかでまっすぐに引いたらもうだいたい平らになるわけですけども、手のこで引いたりするとどうしてもムラができます。カンナで削れるところっていうのは、このカンナで削れるところはどこでも削れるわけじゃないんですね。例えば、まあ、槍ガンナのようなものは私使ったことないですけども、この台がついているカンナ、台ガンナでは高くなったところしか削れません。低いところは削れないですね、台がついているので。そういうことでこの定規を当ててみます。今ですね、この高いところっていうのはここですね、この辺りは高いです。ですから、この辺りをこれ見てもだいたい分かるんですけど、ここですね、ここを削っていきます。はい、じゃあしていきますね。で、この板の面と直角、まあなるべく直角が一般的かとは思いますけども、でもそれあんま気にしないで私はしていきます。自分の仕上がり具合、こんなのがいいね。これカメラがついていくかなって感じですけど、スピードにですね、ちょっと抜けますね。まあ、このカンナは小ガンナ、小さい目のカンナで、そしてなおかつ刃がね、1枚だけなんですよ、1枚ガンナ。なぜこれをするかと言いますと、非常に軽いんですね。何が軽いかと言いますと、引くのが軽いんですね。そうですね。で、いきます。もう高さが変わってくるので、削るところが変わってきます。こういうカンナくずが出ます。これ分かりますかね、これ。こういうふうに削ります。すごい香りが漂ってきました。もうすごい乾燥剤です。このカンナは青1号です。青紙1号よく切れますね。私今非常に重宝している、信頼しているカンナです。まあ、信頼って人間じゃないですけど、でも私にとっては相棒というか片腕ですね。まあ誰にとっても道具ってそんなもんでしょうけどね。だいぶ綺麗になってきました。だいぶ綺麗になってきましたけど、
汗もじわっとかいてきます。これは冬の仕事にはいいです、香りがすごいです。このカンナはかなり私は氷を削るのに役立てられるんじゃないかなそう思っております。この辺り、こうやってカンナが通ります。こんなここに見えますかね、しわくしゃなこのカンナ靴になります。こういう状況になる状態のカンナ靴が出てるときは坂目が止まってます、はい、くしゃくしゃですね、これね。こういうカンナ靴が出ます。よいしょ、でこういう感じです。はい、くしゃくしゃですね。でこれが一枚ガンナでの仕上げです。でこちら側、これはまだ使えるようになってませんわ。と言いますのは、おろしてないんですよ。このカンナでいきましょうか。もう一本のね。これで削ったらパーになるかもしれん。境目になって。もうそれはもうかけた時に分かる。そんなこともないですけど。でも、境目になりました。一遍で。これは二枚ガンナなんですよ。二枚ガンナなら境目にならないという考えが間違いであること。これよく分かります。これ直さない。直すのはどうやったら直すか。削らなくて。ですから一枚ガンナでは削れないことはないんですね。証明できるかなと思います。両方写すことできないのであれですけど、これによって今小ガンナでね、この小ガンナは一枚ガンナです。これで境目、先ほどこの二枚ガンナで削ったゆえにできた境目を今取っています。全然カンナクズが違うのがお分かりでしょう。これにこういうカンナクズを出して初めて境目止まります。これぐらいでいいかな。ちょっとルーペで見ます。ほとんど先ほどのカンナの影響はないです。綺麗に仕上がってきましたね。もう一度開けておこうか。はい、もうちょっとか。かなり腹筋に力を入れて削らないと削れないです。そうしたらですね、これができました。この面、こういうバイスで挟んでました。お見せします。どんなになった、どのかあたりから見えるかな。こういう感じです。この光沢分かってもらえますか。いっぺんに入らないのでね、もし近づいても見えるかな。あんまり近づけすぎると、社会振動が合わない。ここら辺で写したらどうかな。今見えている面を削ったんですね。それで削る前の面というのはこんな感じですね。こういう艶がない、こういう状態を削って、こういう削り肌にするわけですね。で今これを削ることができました。こういうふうに果てて削ってたわけですね。今回のカンナ削りを見ていただきありがとうございます。私も経験して思ったんですけれども、
仕上げることができたカンナはこのカンナでした。このカンナはどういうカンナかと言いますと、もう今から30年この前、阪神淡路大震災の前ですねに作ったカンナです。それから最近5年ぐらい前に台は打ち替えましたけれども、普通の小ガンナとして使っていました。こういう仕上げには使ってなかったです。面取りぐらいでした。それ今私の良き相棒一つですね、これなら削れるんじゃないかと思って今日削りました。これは一枚ガンナです。で、鋼の種類は青紙1号です。銘は無地です。銘無名です。入ってません。しかし三木の常三郎さんというところの神奈さんに行ったら、これはおそらく新潟の、まあ、での神奈だろうと、この歯がね、そんなふうにおっしゃってました。そしてこれで仕上げましたけど、こちらの二枚神奈では仕上げることができませんでした。もうそうなるんだろうなと思ってました。非常に硬くて削るのが難しい乾燥剤、それを仕上げるのはそれはこっちのこのカンナでしか今無理だろうなと思ってました。まあ、他のカンナも試したらどうかわからないですよ。でもどういうことかと言いますと、一枚ガンナで、そしてキューブ勾配、クブ勾配なんです、ね、この勾配を急にしてあります。それによって私は裂け目が起きにくい、そちらを取っていますね。私はまあ思い通りに、まあ、言ってくれてよかったです。まあもう一度お見せします。こういうツヤのある仕上げとなりました。でこれで、まあ、後の辺をこのこういうところですねを削って仕上げて、それからいよいよこの板をの面をですね、裏表、まあ、表は思うんですけどね、削っていくことになります。ありがとうございました。本当にね、エンディングですけども、この旅のご視聴感謝します。この次の動画も見てください。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。